します。はい、お願いします。どうですか、今具合は。最近ちょっと自分で、はい、とにかくこの腰回りっていうか、腰回りですか、はい、肋骨をもうずっと意識して使ってて、なので、この間ビデオ撮ってからも何回か、はい、トレーニングで、ちょっと凝りっていうか、張りが強い感じですか。でも、肋骨がだから、なんちゅう、硬くなってた感じがする、ね。疲れて、結論もやったんですけど、一昨日か、そこの筋肉が一応使えてるのかなっていう気がして。ちょっと疲れてる分、うん、だからそこはあまり、うん、疲れることがあんまりなかったりとか、やっぱりちょっと時間長くやると、少しこう、張ってくるっていう感じがあるので、バランスを、この骨盤と、ここのバランスをちょっと左右見てほしい。どっちかというと、どちらがこう、ね、だから情けないことに日々変わるんですよね。この間は右が良かったんですよ。で、ビデオ撮った時はちょうどいいぐらい右が使えてて、今日もまあ、多分そんなに左右の意識としては違いがないんですけど、ここだけに関して言うと、最近ようやく自分 の, その姿勢の癖に気づいたというか、多分運転する時の癖とかもあって、はい、左がこう詰まりやすいんですよ、どうも。そうなってくると、ここの、この動きもなんか、支障が出てくるな、はい、最近ちょっとずつ上がってきて、自分の運から、この辺をちょっと見てほしい。わかりました。前、動画の時に、左の調子が悪いんですって言ってましたけど、どっちかというと左の方が動きが悪い、動かしにくいっていう人も多いですか。それがね、ビデオ撮るまでは、右の方がどっちかというと動かなかったんですよ。ああ。だから多分、わかんない、気のせいもあるかもしれないけど、いつもそう右左ってこう意識してると、その逆に負担がかかっちゃって、はいはい、それで毎日調子が違うのかな。太鼓ってる時はね、どっちかというと左が調子いい時が普段は多いんですよ。あ、左が調子がいい時が多いね。だからあの時、そう、久々に左がちょっと動かないなと思って。あと何回かその意識してトレーニングをして、もう一回です。ちょっと大久しぶりなんで、上から全体見てますんで、はい、骨周りの感覚がちょっとこう自分でなんていうのかな、メンテナンスできるようになってきたというか、肩がやっぱり上がりにくいなという時は。はい、でもそのあたりから、そうですね、来てるなっていうのが、肩甲骨の動きもちょっと動かしづらくなってる。肩甲骨がなんかね、こう張っちゃうっていうか、その固まっちゃうっていう感じですよね。そうすると、脇腹に、脇腹の自由がなくなっちゃって、そうなんですね。連動しちゃうんですよね、どうしたら。結構意識するようになってからは、例えばラジオ聞いたり、ネットで見たりしてると、結構スポーツトレーナーの方は、そういうアドバイスされる方結構いるんだなと思って。ああ。やっぱ肋骨っていう、もう肩甲骨はね、割と今いろんな競技の方が意識して言葉にするけど、肋骨周りっていうことも結構トレーナーの方って言うんだなと思って、その辺をやっぱほぐして、水泳の方とか、いろんな球技の方もそのパフォーマンスがそれで向上するようにって言ってる方がいるのは、やっぱり後輩にある骨ですからね、そうなんですね、結構動きの、メタリックに対しては影響が出やすいと思うんですね。最後の仲間には半分冗談で俺のリップステーキきっと美味しいあれね、やっぱあれだけ筋肉があるっていうことだから、肋骨の理由をうるさかにしていけないなと、やっぱそういう大きいところを、うん、うまく使えるかどうかで、それこそ疲れない打ち方っていう、極限にね近づけると思いますので、そう自分の思ったんですけど、これでもそういったことを打ってない時に生徒さんに見えたで、なんか体からしたらすごい遅いバーツっていうのがあって、もうちっちゃいところの試験も昔から効率がいいんですけど、自分にもここまではそうやって言うんだけど、実際、最近ようやくそういう、まず肩とか腰をかなり意識してたけど、骨盤よりが結構大事かなと。そんでくるとストレッチっていうか、その準備運動にちょっと変わってくるんですよ。そうですね。
本が、まあ、数ヶ月っていうか1年分がなんか飛んだから、うん、そうだから自分の場合はもう今までが少なすぎてそれ飛んだ、飛んでそれが入ってこなくなったけど、まあまあでもそんなになんてそれをものすごく当てにしてたわけでもないから、うん、一応なんとかなってるんですよ。おうおう、だから今後でもあれが復活しないとなると、まあ、本当にお金が入ってくる見込みはほとんどないので、おうおう、それで少しでも可能性だと思ってそういうネット上で、うん、やっていく準備をしようかなって感じで。おうおう、だいぶ見てきました。ちょっと巨大前に投げてしまったので、はい、全体的にカタカタちょっとずつやってみましたので、うん、ちょっとまた、お湯でやってくれていいと思いますので、ちょっと様子を教えてください。ね、できれば本当、もうちょっと鍛えてあげます。だんだんやっていくうちに、左のここが残っていたので、元はやっぱ、男からスタートしてると思うので、ありがとうございます。